カズヤは神社の情報網によって南極に落ちた箱が新たな力を人にもたらすことを知った。箱をうまく利用すればデビルの力をさらに強化し、三島財閥をジンから奪い返すこともできるのではないか。そう考えるカズヤの前にニーナが現れる。うん、珍しい顔だ。三島財閥の内情に詳しく申し分のない戦闘力を有する彼女に対し、カズヤは莫大な報酬と引き換えに箱を手に入れるまでの契約を持ちかけ、ニーナはそれを受け入れる。かつて自分の命を狙った暗殺者を従えたカズヤは早速箱を奪うために暗躍を始める。Spare me the small talk. I'm only here for the job. 使える間は何でも使ってやる。全てを取り戻すまではな。